どうもお疲れ様です。はやぶさです。今日もマインクラフトを少しだけやっていきたいと思います。それでは行きましょう。ちょっと下をどっちだったっけな。あっちか。入り口が2つあるんですけども、こっちですね。オブネ。じゃあそれでは上に上がっていきたいと思うんですけども。何見上げる貴様。なんかいねえ。絶対そこにいるだろう。いねえか。いた。は？ちょっと待って。どういうこと？今。僕なんか投げたっけ。え、何、ちょっと待って。今上に、え、ちょっと待って、恐ろしいやつがいましたけど、今上に、怖いんですけど、怖いんですけど、怖いんですけど、覗くのが怖いんですけど、いない、いない、いないね。何だったの？え？何だったの今の？なんで今エンダーマイトがいた。え、どういうこと。びっくりしたんだけど。え、どういうこと。なぜエンダーマイトがいた今。おっと、また来るなよお前。来るな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 。ありがとう、エンダーマンに助けられました。エンダーマンがいなかったらずっとあいつに追いかけられるとか、うん、恐ろしいですね。で、目指すは多分あっちにまだなんかあるんだ。あれとつなげたいね。じゃあちょっと行きますか。びっくりした。でもエンダーマイトがいると思わなかった。しかも2匹もいましたよ、エンダーマイトが。あれですわ、エンダーマンいなかったら多分パニックですわ。うん、そろそろじゃない、まだ。あ、こうか。投げればいいんですね。
ですね。フラフラするから怖い。音がするから怖いから。スニークで行きましょう。は？あそこか。なんで声がするんだろうと。一本道は怖いんだよ。確かに怖い。よし、一本道を抜けると下を向きながらダッシュ。はい。ちょっと待って、どこですか道は。道はどこですか。ちょっと待ってよ。橋を架けるしかないか。多分階段作ったんだと思うんですけどね。時々こういうのを置いといて迷子にならないよ。通った形跡ありですね。こっちに何かあればいいんですけど。まあ何もないかもしれない。全部するすかね。ないかな。多分通っとる気もするんですよね。あったとしても。するんですが、まあまだわからない。
多分来てると思うんで。ちょっと行ってみましょう。来てるよね、多分。一番怖いんですわ。一番怖いんですよ。エンダーマンが一番怖いんじゃないですか。一歩ミスると奈落ですよ。に来ています。どうしてわかるかというと、ドラゴンの頭がないからです。行ってみよう。向こう行ったんかな。向こう行ってる気もするけども、まあ目のために。行ってんな。となるとこっちとか行ってないんじゃないの。こっちはどうや。でも遠いから行ってない可能性もあるっちゃあるんですが、まあどうかは行ってみないとわからないですが、
ドシップを見つければいいという話なんです。ちょっと目の前現れるんだって怖いから。怖いよ君たち。そんな近くではアップしなくてもいい。どれぐらいいるかわからないですけど、行ってみましょう。飛べば早いけど、そんな簡単には。あ、でもなんか続いてるっちゃ続いてんだな。ずーっと見上げる。珍しいんですかね。あとはエンドシティを見つけないといけないですよね。そんな簡単に見つかるもんでもないです。使いたくないんですけどね、ちょっと怖いんです。このフルーツを、凍らすフルーツはちょっと危険なんですよ。ちょっと広いところで使わないとね、あれは食べないといけない。どっか近いとこないかな。
ですが、エンドシップっていうかエンドシティ怖い、いきなり目の前を通過しないでください。そうそう、ありそうなんだけどな、何か。紫の建物が見当たらない。ないですよね。紫の建物ないですよね。そんなに遠くにワープできるもんではないからね。繋がってるんだよ。どっち行くか。こっち行ってみようか。迷子になっちゃいけないのでこれも使おう。通りましたよ。こっちないか。こっちなさそうかい。こっちはなさそうですね。よし、ぐるっと回ったち行こう。やれるわけにはいかないんだ。ちょっと待った。したか死ぬか分からない。ちょっと遠い。ないかな、エルトラ。エルトラないかな、そこら。エンドシップを、エンドシティを見つけるのが大変。特に歩きで。
だろうな、あるかな。こんだけ広い系あってもおかしくはないんですが。ないもんな。繋がってないし。繋がってないし。あっちか、繋がってんのは。そもそも花火持ってきとけよかったけどな、わざと目の前にワープしてね、こいつら。やっぱ行った方がいいんかな。こっちないもんな。あっち気になるな。よし。向こうが気になるな。しないか。ということで、そろそろ時間だと思うので、ご視聴ありがとうございました。多分次もエンドから始まると思います。エンダーマンがなんか集まってきましたが、ご視聴ありがとうございました。良かったと思ったら高評価、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。それでは。